今日もマシュマロ依頼しようか。今回はこちら。ソードエリア級のバギーって赤くないですか？いや。まあ、赤いけど。まあいいや、とりあえず見に行きましょうか。ということでソードエリア級ですね。オーガー氏は邪魔なので一旦追い払いまして。バギーを見ていきましょうか。確かに、赤いといえば赤いですね。比較用に各エリアのバギーを持ってきたので、照らし合わせてみましょうか。まずはこちら、エリア級。そしてこっちが各エリアのバギー。全部同じじゃないですか？違いますよ。これだから素人はダメだ。もっとさっさと解説しろ。はい。ただ、これだけでは説明に不足しています。ということでポン。夜だと、赤くない。そうなんです。そして、エリア4のバギーも合わせてご覧ください。こっちも若干赤いといえば赤いか？そうなんです。そして、最後の鍵がこちら。画面中央のバギーの体にご注目ください。なんか青くなったぞ。ではこっちに連れ戻すと？また赤くなった。と思ったら青くなった。これは、地形によるものなのか？そう。バギーの体が赤くなる現象はエリア級で発生するものではありません。いえ、エリア級ではあるのですが、正しく言えばエリア級の一部の場所で発生するものなんです。岩壁の近く、とでも言いましょうか。北東側に来た時だけバギーが赤くなるんですね。これの仕組みの解説はできるか？プログラムとかの知識はからっきしなので、ゲーム内から見れる情報からの推測ではありますが、一応。ソードエリア4のイビルやベリオを見たことがありますか？ベリオは瞳の輝きが強く、イビルは火光でも体がやや赤くなるという仕様ですね。まあこれはモンスターごとの特殊仕様ですが。まあ、これは特殊としてもこのゲームは洞窟と判定された場所にいると、モンスターの体色に少し個性がかかるんですよね。そしてそれはバギーも例外でなく、洞窟だと変わるんですね。で、このエリアは日光も当たってる形じゃないですか。で、それがなんか悪い感じに混ざった結果、赤く見えんじゃないですかね？知りませんけども。最後で思考を放棄するな。だってわかんないんですもん。これ見てくださいよ。バギーは赤いのに、イビルは普通なんですもん。大型は影響を受けてないのに小型だけ赤いのはもうわかんないですって。私は投げ出し豆腐になったので有識者の知識をお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。